の本当に落ち込むのはすごくよくわかるんですよ。藤沢さんほどやっていただいている方で力がつかないなんてことは絶対にありませんので、なるほど、ぜひタロログ。はい、どうも、藤沢です。今日はですね、コーチング英会話のオンラインレッスン受けてみたという動画です。僕ですね、ザ・コンサルタントという3ヶ月27万円のね、英会話スクール行ってるんですけども、基本的にそれって、スタジオに行かなきゃいけないんですよね。スタジオ、僕は銀座のスタジオに行ってるんですけど、そのスタジオっていうのは、まあ、東京とか、神奈川とか千葉とか、まあ、大阪とか京都とかにあるんですけども、埼玉にもありますね。でもそうじゃないとこに住んでる人ってめちゃくちゃいるわけじゃないですか、何千万人も。で、僕は銀座まで行くのに僕でもこの1時間ぐらいかかってるんですよね、片道。なので往復2時間、まあもちろんいいんですけど、まあそういう疲れることもあると。僕みたいにこう遠い人もいるし、地方の人は通うことなんてできないと。家の近くだとか会社の近くにスタジオがある人はいいんですけどね。ということで、ザ・コンサルタントのオンラインのね、レッスンもあるんですね。で、僕は今回特別に、オンラインでレッスンを受けさせていただきますけども、そうじゃなくて、すべてをオンラインで受けることも可能と。ということで、日本全国の人がザ・コンサルタントのレッスンを受けるということができると。で、スタディハッカーがやってるね、イングリッシュカンパニーって同じサービスもあるし、まあ、それ以外のコーチング英会話も、オンラインレッスンがあるとこあるので、まあ、ぜひ参考にしてみてくださいということで、もう間もなくね、あと5分ぐらいでね、オンラインレッスンが始まります。オンラインレッスンどうやるかというと、このパソコンのね、Zoom っていうアプリを使ってやります。Zoom っていうアプリでこのイヤホンつけてやりますね。普段やってることをほとんど同じぐらい再現できるってことなので、楽しみにですね。これでいいんだったら、一回ね、銀座まで行かなくていいですからね。まあもちろん、でもやっぱ、対面でやった方がお互いのこうね、ニュアンスとかが汲み取れたり、会話もね、ラグがないと思うからいいと思うんですけど、それでもオンラインでやるメリットってあるのかなっていうのをやろうと思います。ということで、オンラインでやるよーっていうことに連絡したら、事前にね、3日前ぐらいにこれが送られてきましたね。これ普通に皆さんご存知のレターパックが送られてきて、ここにまあ、ザ・コンサルタントって書かれた封筒ですね、が送られてきました。いや、助かりますね。コンサルタントもオンラインで受ける人、毎週これが送られてくるのかな、何週間分もまとめて送られてくるのかな、わかんないですけど、この中には2種類入ってました。アセスメントテスト、ホームプログラムですね。で、アセスメントテストっていうのは、アセスメントって何かというと診断ですね。なので、いつもスタジオにやることは、アセスメントを受けて、トレーナーとレッスン話して、ホームプログラム、宿題ですね、をもらうということなので、それがもうほぼされているということになっています。それで、僕このアセスメントテストさっきね、やりましたもん。これ30分くらいかかるんですけど、30分くらいやって、それを写真に撮って、トレーナーにも送ってます。なので、あとはもうトレーナーとのね、セッションを待つだけということなので、トイックのね、翌日なのでね、気持ちもね、割とバキバキに折れてますね。1ヶ月半勉強したんだけど、なんか全然成果上がんなくて、大丈夫かな？あ、田中さんいるわ。お疲れ様です。お疲れ様です。田中さん来ました。はい。はい、顔も見えてます。これ、YouTube 用に撮影させていただいてますので、はい、もう気にせずやっていただければ、普通に。はい。え、僕の方見えてますか？はい、じゃあ音声の準備ができました。はい、で、Good morning, everyone. I'd like to introduce you to Keystone. Mr. Stowe is one of the best IT consultants available. He has played for many of the leading companies of our industry. He'll be working with us for the next. 今回の問題はこちらでしたが、わかりましたか？答えを発表します。答えはこちらです。当たってましたか？では動画の続きをどうぞ。はい。I'd like のところですね。はいはい。ここの I'd like の do の部分、ここ脱落なんですが、はい。シャドーイングになるとここの do が聞こえています。I'd like、 すみません、何行、あ、2行目ですね。I'd like、 はい。全く抜けなくクリアに聞こえていたので、練習されたんだなってなるとわかります。ありがとうございます。はい、もう完璧です。はい。それでは次、オーバーラッピングに行きます。はい。オーバーラッピングはテスト5の。Honestly, I can't eat another bite. Good. I call headquarters. 1 gigabyte in this model. とってもいいですね。モデルのところが、はい、もう少しラ行かきつめにかけてみてください。1 gigabyte in the model. Model. そうです、そうです。Model. Model. そう、Model って感じです。Model. Model. そうです。Model. そうです、そうです。はい。それで OK です。で次が10。 I broke it by accident. Not at all. うん、とっても綺麗でした。素晴らしいです。はい、完璧です。次が26番、最後ですね。はい。You can find the menu online. OK です。OK です。はい。すべてよろしく、とてもよくできていました。はい。そして、音声のチェックはここまでで大丈夫で、ラ行間の体現も非常にスムーズになってました。
はい、次にですね、あのチャンク切りっていうのをちょっとしていただきたいので、はい、今から画面を共有しますので少々お待ちいただけますか。はい、あ、見えました。今、あの、はい、スクリプトステップ4のものが見えてますでしょうか。はい、見えてます。あ、 OK、 はい、そしたらこのこれって初見の今日あのホームプログラムでお出しするものの内容なんですけれども、はい、はい、この黄色い部分をチャンクで切りながら意味処理をしてほしいんですね。はい、なのでこの黄色の部分、まずは1行目、はい、1個目ですね。ここをまずどこで切りますか。アレンジメンツって。はい、その通り、アレンジメンツ、はい、ここ意味処理お願いします。私は、手配をしてるとこです。はい、次はどこで切りますか。予約カミン、あ、私はあなたの予約をしました。はい、素晴らしいです。はい、いつ、来週の Next Week。 はい、次は基本となってきますので、はい、でプラス藤沢さんはすごくあの上手に音を捉える力がございますので、はい、まずはこのチャンクを切って、正確にチャンクを切りながら、これすごい、なんかこの能力欲しいですね。なんかすごい時間かかっちゃいますね、マジで。いや、もう皆さんでもそうです。あ、本当ですか。みんな時間かかっちゃうんで。でも時間かければ読めるし、はい、なんか分からない単語が分からないと分かるようになってきた。そう昔はなんかもうこれもこれもこれも分かんないやと思ってたんですけど、はいはい、なんか今は、あ、このバクシネーションが分かんないからこの単語が分かんないんだなみたいな、ちょっとこう、そうですね、成長は感じられますね。はいはい、何かがあるって言ってるの分かるんだけど、それが何なのかっていうのが分からない。そうですね、昔は本当なんか全部分かんないやみたいな、こうなんか思考の放棄をしてたんですけどちょっと分かるようになったので、なんかあとはスピードだなって感じですね。その通り、おっしゃる通り、はい、元は繰り返して、そのチャンクが一体どういうところに、いや、じゃあこのチャンクリーディングをめっちゃ頑張れば、それってことですか、その読むのが早くなってことですよね。そうです、そうです、そうです。チャンクリーディング、読むのを早くするためにチャンクリーディングがもう一番最初にできるようになる必要がある。次週のホームプログラムの取り組み方っていうのをちょっとお伝えしたいと思いますが、はい、トイック受けていただいて、今回どうでしたか、どういう手応え全然できなかったなって感じですけど、あ、そうそう、まあ、リーディングのところもちょっと厳しかったですか。いや、でもなんか一問一問は分かるんですけど、なんかもう10問ぐらいするともう頭が疲れ切っちゃって、うんうんうん、何か自分のベストコンディションだと多分全部解けるような気がするんですけど、はい、もう10問ぐらいするとリスニングもリーディングも途中で疲れ切っちゃって、はい、あ、もう、うん、あ、次だ、うん、あ、次だってなって、うん、なんていうかそういう感じですね。スタミナが足りなすぎるというか、多分一問一問にエネルギーを使いすぎてるからっていう感じはしましたね。わかりました。ちょっとですね、その今グラフっぽいの見えてます。あ、見えてます、表が見えてます。はい、このこのすごい、何なんですかこれは。これは藤沢さんのスコアです。はい、今までの、はい、ハーフ初期測定から YBM、うん、はい、から、なるほどなるほど、はい、あって、はい、でここがパートごとのパーセンテージになってます。はい、でそうすると見ていただきたいのがパート2、はい、着実に着実に力がついてきていらっしゃる。なるほど、はい、音は取れてるんですよ。藤沢さんはもう音は取れて、シャドーイングのクオリティからも明らかな通り、はい、シャドーイ、音は取れてるので。なるほど、なるほど。あ、じゃあちょっと自信つきますね、それもね。もうもちろん自信ついて、はい、もうあの本当に落ち込むのはすごくよくわかるんですよ。時間ではなんかできてない気がするとか、はい、あのこんだけ頑張ってるのに思ったより、はい、あのできた感覚がないっていうので、はい、あのどうしても気持ち落ち込むと思うんですけども、はい、こうやって見える化していくと着実に力ついてますので、はい、で藤沢さんほどやっていただいている方で力がつかないなんてことは絶対にありませんので、なるほど、ぜひ自信を持ってください。はい、ありがとうございます。そしたら、なんかご質問ございますか、ここまでで。いやー、大丈夫です。とりあえず前置詞と接続詞が、はい、まあ、苦手だなと思ってたので、それと、はいはい、チャンクリーディングですね。そうです、そうです、そうです。はい、全然。あとオーバーラッピングの時のイメージですね。わかりました。はい。大丈夫そうです。はい。はい、では、ホームプログラムを復習します。はい。絶対読めるようになるので、ニュースも読めるんじゃんっていうような自信につながります。なるほど。でおすすめではあるんですが、はい、以上となります。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では来週あのこちらでスタジオでお待ちしております。はい、よろしくお願いします。もう、はい、多分今後オンラインはもうこれで終わりになるので、今後もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、そうしましたらですね、はい、画面の、一番右下のところに、右斜め下に、はい、ミーティング
はい、という感じで、オンラインレッスンが終わりました。まあいろいろ思うことあったんですけど、オンラインレッスンに関しては通常のレッスンとほとんどクオリティは変わらないですね。なので僕個人のこう往復の時間が節約されるという単純なことですね。僕は1時間、まあドアドアで言うと1時間半ぐらいかかっちゃうので、そのオフィスまで、それが往復で3時間ぐらい節約できているという面でめちゃくちゃ良かった。でレッスンのクオリティで言うと、もう 95% ぐらいはもう再現できてたんじゃないですかね。僕が心配してたのはツッとかツッみたいな、こう英語の発音の話なんですけど、でも今日そのトレーナーからもツッという音をちゃんと出してくださいみたいな話があって、ツッてやると、はい、よかったですみたいになって、こうちゃんと聞こえてるので音質の問題なかったですね。あとはこう会話のラグも気になったんですけど、まあ、ちなみに僕この家光回線引いてます。光回線引いてて、まあ、Wi-Fi 飛ばしてるので問題なかったので、ふとしたらポケット Wi-Fi とかね、スマホの回線でオンラインプログラムを受けようとすると多分良くないと思う。いやもうほとんどねオンラインで良くないみたいな感じしますね。まあただやっぱりこうオンラインじゃなくてこう直接やった方がいいなと思うこともいくつかあるんですけど、それはやっぱ部屋の中にいるとね、なんていうかこう自分の日常なんですよね。この自分の部屋があって、部屋があってこうまあこうレッスンしてもらってるって、それはそれでいいんですけど、やっぱりこうねスタジオに行くことでピリッとしてるし、みんな頑張ってるし、他のトレーナーが他の生徒を教えてるし、あ頑張ってるみたいな空気もなるし、まあ、先生とね直接目と目を話してこうなんかこうお互いのこう体温を感じるみたいなこう感じはあるんですけど、でもねかなり画質も良かったしね、音質も良かったし、レッスンに関してはねあれですね、良かったですね。やっぱりね今日はね、まあ今日はちょっと特別でしたね。特別でした。なんでかって言ったら、僕は昨日トイックを受けて、ちょうど1ヶ月半のトイックを受けて結構へこんでたんですよね。僕こう全然ダメだったなって。でも今データを見せてくれて、いや藤沢さんこういう感じでデータ上がってますから頑張ってできますよってこうね、まあ、励ましてくれた。絶対できてますから、上達してますから、これからも頑張りましょうって、結構ねこうモチベーション的な面もねかなり支えられましたね。正直なんでかっていうと、他の人にも喋ったりするけどトイックできなかったなとか喋るけど、他の人はね良かったね悪かったねこれからも頑張れよって言うんですけどね、いや俺がどれだけ頑張ってるか知らないだろうとなんとなく思っちゃうんですよね。でもこの先生だけは僕のプログラムをこう毎日ね1時間やってますとか2時間やってますとか、この辺はサボって30分しかやってないですけど見てるし、毎週会ってね僕のやつを聞いてくれてるので、僕の英語力が上がってるか下がってるか、僕がどれだけ頑張ってるかどれだけサボってるか全て知ってるから、それでいけますとか藤沢さん頑張ってますって言ってもらえるのはね、やっぱすごいねメンタル的に助かりますね。それ以外にもちろん技術的なこともいっぱい教えてもらって、チャンクリーディングやった方がいいとか、前置詞が弱いよとか技術的なことも教えてもらってね、もうね英会話良かったし、こんな感じでコーチング英会話やってます、うん、ということで今日はコーチング英会話のオンラインレッスンをやってみたというやつでしたね。まあ総合的に言うと、もうめちゃくちゃクオリティは十分マジで、直接会って話すのともうほぼ 95% ぐらいは変わらないですね。でこうね必要な資料も全部事前に送ってもらえるので、まあ、地方に住んでる人とか全然ありですね。これでもありで、ちょっと出勤がめんどくさい、出勤っていうか移動がめんどくさいなと思ったら、まあお願いしてもいいかなって感じですね。でねやっぱ直接会った方が先生とこうねバチッとこう温度感を感じれる、まあオフラインのね独特の温度感があるっていうのと、プラスこうスタジオの空気感、ピッとした空気感、他のトレーナーとかね生徒さんを見ることで自分のやる気も出るっていうのもあるので、まあいいんですけど、まあそれぐらいですね。いやこれ全然いい、オンラインでコーチングレッスン受けて全然いいやってマジで思いました。ということで、僕が受けてるザ・コンサルタントね、オンラインでも受けることができます。日本中どうでも受けることができます。マジでおそらく無料体験もねオンラインで受けることができますので、ぜひね、この概要欄にね無料体験、ザ・コンサルタントの無料体験の URL 貼ってますので、ぜひ興味ある方は申し込んでみてください。ということで今日の動画は以上です。またね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日のクイズはこちら。わかんないな。この問題の答えがわかった人はぜひコメント欄に答えを書いてね。この問題の答えは次の動画で紹介してます。次の動画はこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。バイバーイ。